短いクラブで使えるでしょ。だから18番ね、僕サードショットちょっとミスしたから。あ、今あの尾崎選手のサードショットを見つめる金井さんです。なるほど、第3打ピシッと行くつもりか。うん、でも7番アイアン持ったんですけど、ちょっと大きいんじゃないかなって。大きくなかったんですけどね、ちょっとダフってしまって、はい、フェアウェイから打てればね、多少距離はあってもそれの方がいいですね。はい、はい、さてセカンドがどの辺まで来るかどうか、とにかくフェアウェイをキープしたいところです。おー、来ましたね。おっと、このボール、どうでしょう。手前に落ちて、うーんと